日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。どうも。ちょっとカロリーが気になるなぁ。だけどちょっとお腹いっぱいになりたい。あなたはそんな風に思ったことありませんか？そんな時、今日私おすすめするのはこちらです。ちょっとメーカーさんわかんないんです。こちら今手前に見えてます4つの春雨スープ、こちらを今日飲んでレビューしていきたいと思います。鶏だし中華味、白湯味、担々麺風味、かきたま味、どれも春雨なのでカロリーが低い。言っても100キロカロリーぐらいですからね。まあ4つも食べたらどうなんだ、4つも飲んだらどうなんだっていう風に突っ込まれるかもしれませんけど、まあちょっと何か付け足したいなという時にもいいかもしれませんし、早速飲んでいきたいと思います。動画を最後まで見ていただければあなたにぴったりな春雨スープがわかるかもしれません。それでは出来上がるまで少々お待ちください。チャンネル登録よろしくお願いします。出来上がりました。おお、ちょっとパイタン味に代表して見せてもらいます。ちょっと湯気がうわー、見えにくいと思うかもしれませんが、ちょっとはい、このように白くてちょっと濁りというか何というかあるスープの中に春雨が浮かんでいます。フォーク入れる前に見せろよって話なんですけどね。それではいただきます。低カロリーっていうのは本当に嬉しいわよね。あなたもそう思ったから今回レビューしてるんでしょ？ええ、その通りですよ。低カロリーというのは本当に罪悪感なく食べられる、飲めるのがいいですね。これで体に良い成分がさらに入ってたらもっと嬉しいんですけど、さすがにそこまで話はうまくいかないか。だけど、なんて言ったらいいんだろうなーと、味の方、うわー、結構しっかりしてるのもあれば、あっさりと飲めるのもあっていいですね。どの味がコクがあるのか、さっぱりしているのか、うわ、ちょっと好み分かれそうと思うのかについては、この後説明しますからね。いや、説明ではレビューか。ごちそうさまでした。最初に飲んだかきたまスープ、いや、最初に飲んだパイタンスープだった。はい。最初に飲んだパイタンスープは結構あっさりとした中にも鶏のコクがあって、美味しくすんなりと飲めるスープになっていましたね。続いてのこちらかきたまは、ちょっとお醤油入りで、和の雰囲気が感じられる春雨スープになっています。だけどもあっさりしているので、春雨以来に、うどんやラーメンにも合いそうなスープでした。次、こちらの鶏だし中華、油があってちょっとコクに深みがある、コクを感じると春雨で、満足感は一番得られたような気がしますね。最後に飲んだこちらの担々麺風はちょっとカロリーが高めで、結構ピリピリってなってくるような辛さなので、好みが少し分かれるかなと思います。辛いのがお好きなのであればおすすめですね。今回飲んだ中だと自分はこちらの鶏だし中華が一番コクとあっさりした味わい、そしてカロリーのバランスがいいなと思ったので、代表として5点とさせていただきます。いや、5点はちょっと行き過ぎだな。4点とさせていただきます。聞いて申し訳ないですけど、ご視聴ありがとうございました。あなたの好みの味がもし今回の動画で見つかったら嬉しいです。そしてチャンネル登録やコメント高評価をやっていただいたり、動画を拡散していただけるともっと嬉しいです。演舞本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。